大相撲カード風2019。よし、開けます。これは5パックで、5枚入りで24パック引き。開けます。1枚目どんどん上げていきます。この下の方が豊か山豊ノ島勢い琴将棋シングル普通のカードですね。これが新風って書いてある若手です。うまいね。24パックあります。じゃーん、はいはいはい、お、青い山、お、炎鵬が来ました。ああ、これも海星大翔鵬、お、貴ノ富士、これあれですね、双子のですね。よし、炎鵬が出ました。いきなり出ました。で、お、石浦出た。石浦、友風、吉風、一ノ城、1個のバッグに2個入ってた、うん、これはまあ石浦が一番いい。松鳳山、豊山、あれ？さっき当たった沖ノ島、朝野山出ました。大野省、朝野山かな。よっ、4泊輝き、明星、豊ノ島、また海星、またですね、琴栄光、輝き、明星かな今回は。えい、続きまして6パック目、アビーです。アビーが出ました。アビー、あ、メイセー、お、御嶽海、妙義龍、お、また御嶽海、御嶽海うまい。アビーがいいな。アビー。アビーがいい。王さん、高、お、土地の神出ました。玉鷲、龍電、明星、お、土地の神が出ましたよ。春日の部屋、えい、
豪栄道、玉鷲、碧山、輝き、勢い。これは豪栄道、大関豪栄道。まだ横綱白鵬は出てないですね。ポン、おお、貴景勝、朝乃山、海星、千代の国、お、高安、大関高安、これも新大関だ、貴景勝、うん、だいたい一パックにいいカードは入ってる気がする。よし、今度ね、高安、大関高安、お、白鵬が入った、おお、これも高源氏入ってましたね。白鵬、高源氏、これ人気がある。よし、ここは白鵬かな。白鵬、これは11パック目か。錦木、矢後、大野翔、貴景勝、大江戸、結構な人気、力士が。これも貴景勝かな。あ、こう貴景勝2枚ダブったね。うん、次は12パック目。北勝富士、大栄翔、お、鶴竜、お、栃ノ心、豪栄道、お、結構上位力士の方が出やすいんかな。鶴竜かな、ここ。遠藤出た。おお、なんだ、分かった。これは石浦、輝き、竜電、遠藤が出た。はい。千代翔馬、矢後、正代、妙義龍、大栄翔。ここはどれが正代かな。はい。碧山、貴景勝、勢い、大栄翔。お、貴景勝、これ3枚目ですねこれが3枚出た。よし、人気あるからな、力士として。沖縄、友風、吉風、白鵬、
隔離。まだサインがついてるのはない。浅野山、御嶽海、妙義龍、逸ノ城、琴奨菊、うい、次18、あとちょっとだ。玉鷲は五。栃ノ心、妙義龍、貴ノ富士、こんな感じかな。はい、ちょっとね、大栄翔、石浦、栃ノ心、貴源治、高安。サインカードはなかなか出ないね。照強、沖ノ海、佐田の海、大野翔、吉風、はい。吉風。白鵬、千代の国、清い、海瀬、松鳳山、このまま出ないのか。錦木、千代翔馬、大野翔、正代、吉風、結構ダブリがあるね。地方山、若鷹、影、白龍、御嶽海、逸ノ城、あ、これが最後か。お、また当たった。炎鵬、矢後、佐田の海、大翔鵬。ということは一パック買ってもサインは、サインカードは入ってなかったってことですね。サインカードなかなか入らない。そうですね、はい、終わりました。24パックでこんな感じです。